スを倒した君たちは汚水に浸かりながら下水溝を進んだ。君たちは無事に。今日はどんなご用？どれにするの？どれにするの？どれにするの？迷える者よ、何の用かな？君が寺院を出て通りに差し掛かると、道端にしゃがみ込んでいたみすぼらしい老人が突然しゃべっているのは別の国の言葉だろうか。聞き取りにくいしゃが、君がこの老人を、これだけでは話を聞き続け、よく戻ったな。広い地下墓地には折り重なった白骨がどこまでも続く。かつてはこの辺境が栄えていたことで、無数に転がる屍だけが物語る。Ah!
生きた。いただき。闇から足を引きずりながら現れた異様な騎士は君の前で足を止めた。これはこの世のものではない。君は尋常でない騎士の姿からそう感じた。騎士はボソボソと聞き取りにくい声で上言のように何かを訴えている。自らこの命を絶てばもはや生贄にはできまい。声はそう聞き取れた。もっとはっきりと聞こうと君が近づくと、騎士は手を伸ばし巻物を突き出す。君が注意深く巻物を手に取ると、騎士は目の前でかき消えてしまった。この先は近隣の村から死者の城と呼ばれる城跡へと通じている。昔から村で娘が失踪すると死者の城へ招かれたと言って恐れたそうです。幽霊には触れることができないため物理攻撃は効かない。唯一の弱点が光だ。松明の明かりは彼らを退ける。出した。同行する彼女を守らねばならない。娘を助け出した。同行する彼女を守らねばならない。
出番だな。しまった。来た。